ベネディクトゥス14世はローマ教皇。本名はプロスペロ・ロレンツォ・ランベルティーニ。イエズ・ス会の適応政策を非難して、ようやく軌道に乗り始めていた東洋での布教活動を頓挫させることになった。ランベルティーニは当時の教皇領でローマに次ぐ第二の都市であったボローニャの裕福な家庭に育った。彼が教皇に選出されたのは教会にとって、 非常に困難な時代であった。何より、キリスト教諸国において政府による司教の任命権が主張され、教皇庁と対立することになった。彼はまずこの問題に取り組む必要があった。実際、彼の尽力によって、ナポリ王国、サルデーニャ王国、スペイン、ベネツィア共和国、オーストリアといった諸国との間で一応の合意に至った。 彼を教皇に選び出したコンクラーベは難航し、6ヶ月にわたった。彼は居並ぶ、数奇教たちに、聖人がいいなら、コッティオ、政治家がいいなら、アルドブランディーニを選ぶといい。だが誠実な男を選びたければ、私に票を入れてほしい。と言った。ベネディクトゥス14世を名乗った、新教皇は、勢力的に、教皇職に励み、司祭の養成システム、教会歴、 教皇庁の諸制度の改革と近代内化に努めた。しかし、その一方で、ベネディクトゥス14世の名前は、二つの直書エクスクオシングラーリ及びオムニウムソリチトデュムによって歴史に残ることになる。ここで、教皇は、選教地における過度の適用政策を激しく批判し、民族文化のキリスト教への取り込みを禁止した。これらは主に、インドと中国において、 適応政策によって戦況に成功していたイエズス会を批判するものであった。例えば、中国でイエズス会員が認めていた先祖への崇敬を偶像崇拝として排斥した。また、神の名前の漢文わけである天使という言葉の是非をめぐっても、1600年代から議論が果てなかった。中国やインドにおける適応政策の放棄は、 東洋における選挙活動の急速な衰退を招くことになる。ありがとうございます。